本日は撮った時期の声でございます。ちょっとね、意外だったですね、私的に。この4630万円ご送金を受け取ってしまった田口翔さんという方がですね、逮捕されてしまった。まあ、逮捕されたからといって、別にね、これから有罪になったりとか、それから禁錮刑になったりとか、まず全然わかりません。ただ、逮捕っていうのは、事情を聞くためにちょっと来てちょうだいって言われたような感じのものなんですよ。まあ、ですので、任意で事情を聞くってことはなかったんですけども、この方ね、一回姿をくらましちゃったんで、逃亡の恐れありってことで逮捕に至ったんだと思います。で、この4630万円なんですけどね、よく周知に、こんな金額で人生棒に振るなんて方いると思いますけども、いや、そんなことはないですよ。あのね、経営者の立場からって言わせてもらいますけども、借金が500万とか800万あっても、それは自分で自分の命を終わらせてしまおうっていうね、そんな現実があるわけですよ。そのぐらい、数百万とか数千万とか人の人生に左右するんですよね。で、そういうふうな命に関わるお金、4630万円を誤って送金するっていうのはどういうことかっていうと、一人一人の人生を潰してしまいかねないぐらいの責任があるわけなんですよ。で、マキは今回は、10万円の送金を463人にするっていう、これをね、間違いようのないことですよ。なんでこれを、たった1件4630万円送金して終わりってことですよ。ああ、仕事終わった終わったっていうふうに考えたのかっていう、そのね、送金担当者については、その送金業務を行っていた、行政団体ね、ここのチェック体制の甘さを追求するべきだと思いますよ。だってこの人にしてみれば、こんなお金が送られてこなかったらね、人生狂わなかったんですよ。いや、私はそっちの方が意味は重いと思いますよ。この、田口翔っていう方は、真面目に生きていた可能性が非常に高いと思います。どんな人かわかりませんけど。ただね、お金の圧力っていうのは人生をねじ曲げるんですよ。特にお金に余裕がある人なんですよ。この田口翔さんがどっかのね、正社員で給料がね、30万前後入っていて、将来を絶望されていて、仕事面白いなぁ、彼女も仲良しだぞっていうような環境だったら、お金が送られてきたんですね。あ、一日でこれちょっと戻さないとってなると思いますよ。でも、何もいいことがなくて、世の中にもう反発精神になったとかね、この世の中どうなるんだよ。なんか感染症とかでめちゃくちゃな人生になって、人生のスタートで失敗したよ。しかもなんか戦争始まって物価だからって言って、それに輸出もすごいのしか来ないし、何やってんだよ、日本企業は。ちょっとくだらねえなと思ってる時に、ポーンと4630万入ってきたら、よっしゃ、もうこれは俺が悪いわけじゃないぞ。送ってきたやつの責任だ。勝てやねえみたいな感じでね、一発ギャスがかかって、カジノの方に突っ込んでも、これはね、しょうがないっていうふうな用語までしてませんけども、そのぐらい人の判断を踏まわせるのがこの金額。皆さんどうですかね、いきなり500万とか1000万とか2630万振り込まれたら、やっぱ怖いですよ。なんだこれやと思うんですよ。なんだこれやと思うからといって、全員がそう思うわけじゃないんですよ。よっしゃ、もう人生歪む人が出てくるわけですよ。そのぐらいの金額ですか。これ逆にね、自分の銀行口座から4630万円が消えていたらどうですか。発生するでしょ。そのぐらいこの金額ってのは、増えるにしても減るにしても、人間を発狂させたり人生を壊すぐらいの威力があるわけですよ。で、お金に対して、どこまでもね、真摯に向き合ってきた、そう、事実っていうのは私だから思いますけども、この金額がね、来ると、正常な判断を遅れる人が少ないですよ。動揺して怖いですよ。それも正常な判断を失ってるってことですか。正常な判断を失うってことは、ほとんどの人に共通してる。その中で、まあ、これ返した方がいいのかなっていうふうに相談しちゃうっていうのは、ごく常識的な考えだと思いますよ。ただ、常識を壊すのがこの金額。この辺よく考えて、まあ、論じていかないといけないのかなと思って。なんかこの人一人責任をかぶせてね、で、すぐやはり終わりちゃんたりになろうとしている、その、省庁さんのね、態度にして気に入らないかなって思いますよね。そもそもあんたの責任でしょ、と思いますよね。許されない責任だと思うんですよ。これが一つの事業体だとして、送金をミスって4630万円、全然関係ないときに言っちゃいました。で、しかも問い合わせも返してくれません。ね、この人のせいですかね。だって、命にかかる金額の単位だっていうと、これもっともっと自覚しないといけないと思います。これがね、4630円だったら別ですよ。ね。それだったら誰の人生も壊さないと思うんですけども、やっぱりお金っていうのはこの人生を壊すわけです。で、その自覚が足りないんじゃないかなというふうに思いますね。これは、多分、この田口翔さんが悪いっていうふうに結論づけようとしている、多くの方も同じように考えてもらいたいと思います。この金額は、この人生を狂わすのもうしょうがないと思います。もうこの人、若いこの方にね、金をかぶせて終わりっていうのも、なんか気持ち悪いジレンマだと思いますけど、ね、
じゃない。